どうも、エリカギです。お願いします。いやー、この前ボクシングすごかったですね。あ、どうなんですか？見ました？あの、那須川天心。あの、春日さんが謝罪してたやつね。それ、那須動物王国だろ。実際に見てない。いつまでやんだ、これ。見てないですよ、実際に。いや、リアルタイムで見てなかったかどうでもいいわ。見てないですよ。お前だけだからスッキリしてないの、これ。あ、そう？那須川天心関係ねえから、あれ。那須川ペンギン？那須川ペンギンってなんだ？那須川天心みたいな言い方すんな。あ、はい、ね、違うから。ペンギンもね、あの、那須川天心ぐらいのフットワークで避けてた、そういうね、見立てもあるかもしれないけども。ね、違いますよ。ね、あの、プロボクシングデビュー戦の那須川天心、うん。これ対戦相手が日本ランカーの、与那覇勇気さん。これ圧倒しちゃったんだよ。与那さん？変なつけんな。それ課長島工作に出てくるジョナさんによく似たレストランの名前、うん、ヨナさん。いや誰がわかんだよ、絶妙なネーミングのやつ。あ、そうね、違うよ、那須川天心が競技転向したばっかのにすげえ強かったんだよ。あ、おことからテニス、うん、いや、キックからボクシング A だろ、お前、うん、お前っての課長島工作の序盤に出てくる OL、はい、うん、趣味はおことにテニスよって言った瞬間の島工作の頭の中、うん、ワン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 、うん、趣味はおことにテニス、男にペニスの間違いじゃないのか？昭和の漫画。いや、誰がわかんだよ、お前。広金だね。いや、広金いいよ。あの、作者の広金健一さん、しっかり言わなくていいよ、お前。広金ペンギン？た、ね、広金、全然かかってるんじゃないかよ。はい、那須川ペンギンみたいにかかってるんじゃないか、ほんとに、はい。広金健一だから、ほんと。ちょっとかかってるかもしんないけど。はい、違うよ。なんですか？ね、これあの、那須川天心。はい。これ、ね、デビュー戦よ。デビュー戦、はい。入場曲が、うん、キックの時と同じ矢沢永吉の曲で、めちゃめちゃ盛り上がったんだよ。あの、島工作と同期の人でしょ？あの、矢沢永吉がキャロルでデビューしたのが23歳。その年は、島工作が初芝電機産業に入社した年と同じだったの。うん、本当に誰がわかんだよ。あ、ヤング島工作時代。だから2010年モーニングの表紙で、あの漫画の社長島工作に就任したのと、あの実写の矢沢永吉が乾杯するというめちゃめちゃ面白い表紙があったんだろ、お前。おー。ヤング島工作は、初芝電機産業に入社したての島工作が、初芝坊やっていうなんかノベルティを売り歩くとこから始まる若手の時の島工作の漫画。だから誰がわかんだよ、本当に。あー、ヤング矢沢永吉。それが成り上がりっていう小説で出てるわ。あ、そう。そう。あれさ、